バレーボールブルガリア女子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、ブルガリアの女子バレーボールナショナルチームである。1949年に、国際バレーボール連盟へ加盟。1950年代の欧州選手権、世界選手権に出場した古豪チームである。1980年代に全盛期を迎え、初出場の1980年モスクワオリンピックで、 銅メダルを獲得した。さらに翌年の1981年には欧州選手権で初優勝を飾った。しかし近年はオリンピックから遠ざかるなどそれほど結果を残せていない。2001年のヨーロッパ選手権で銅メダルを獲得した。2002年の世界選手権で日本と同グループで3連勝スタートから1次ラウンドを2位通過し最終的には8位入賞を果たす。 2010年世界選手権欧州予選も3次リーググループ h 4位で敗退した。2012年のヨーロッパリーグにてチェコに敗れたが、準優勝を果たし初となるバレーボールワールドグランプリの出場権を獲得した。2013年に初出場した FIVB ワールドグランプリでは予選ラウンドで初戦こそ中国に敗れたが、ブラジル、 日本に勝利し6勝3敗の好成績を残した。2014年には元ロシア代表監督であったクジュトキン氏が就任した。7月にはエリツィンハイに出場し、初戦は日本に敗れたが準決勝ではオランダ。決勝では地元のロシアをフルセットで下し初優勝を果たした。ワールドグランプリではグループ3を制覇し、イタリアで開催された。 世界選手権には3大会ぶりに出場を果たした。同大会では1次ラウンドでトルコを下し3位通過し、最終順位は11位だった。1964年から1976年まで出場なし。ありがとうございます。